詩編119編です。119編はヘブル語のアルファベット22段落に分けられます。ほとんどすべての説に、モーセの教え、立法、戒め、起きて、その同義語が入っていて、主の命令を守るならば生きるっていうことをずっと繰り返し言う詩編ですね。そうですね。今回はモーセの段落です。14。 そして「17」「18」「19」と「20」「モーセの段落」ということですけれどアブラハムに神様が約束してくださったことの、まあ、成就としてモーセの教えを見るということが特にこの段落では大切なところだと思われますアブラハムに約束してくださった通りに正義と公正を行う偉大な国民となったんですね アブラハムに言われたように400年の間エジプトで苦しみました。しかし、その苦しみから救われます。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。私はあなたの正しい掟きを守ることを誓い、かつこれを実行しました。私は痛く苦しみました。主よ、御言葉に従って私を生かしてください。 主よ、我が賛美の供え物を受けて、あなたの起手を教えてください。主は道の光である。このエジプトから連れ出された時の道の光は、昼は雲の柱、夜は火の柱で照らし、うん、民を導きましたよね、うん。主が共にいてくださるっていうその印ですよね、光。その光が、 エジプトから出る民を導いたその栄光の雲の光そのの栄光の光は国々も見てるんだよねそうですね、うん、この14段落目から始まるモーセの段落グループねこの中で新明期の4章の教えがいろいろな形で出てきます新明期の4章は新明期の中で神様が民を連れ出してくださって アブラハムの約束が成就してるっていうことを語ってるような箇所なんですねそうなんですねその4章の6節のところに神様が与えてくださったこの教えをきてこれを民が守ると国々が見ることになるんですねうんそしてその知恵を示すことになる大いなる国民というのはアブラハムに言われたその約束の言葉ですよね大いなる国民は、 知知恵のある知識のああるる識と言われますよねまさにこの神様の栄光の光これは知恵を表している全世界に神様の御言葉の知恵を表す光であると御言葉に従って私を生かしてくださいっていう箇所がありますけれども、うん、これはパンだけで人は生きるのではないという出エジプト記の箇所を思い出しますよね、うん、神様はエジプトでの 闇の苦しみから光の中に連れ出してくださいます。私の命は常に危険にさらされています。しかし私はあなたの掟きを忘れません。悪しき者は私のために罠を設けました。しかし私はあなたの悟しから迷い出ません。あなたの証はとこしえに我が譲りです。誠に その証は我が心の喜びです。私はあなたの定めを終わりまで、とこしえに守ろうと心を傾けます。とこしえに守ります。とこしえに守るというのは、まあ、生きてる限り守りますということももちろんそうですけれど、その教えを子孫に教えて代々守らせるということなんですよね。うん、そうなんですね。 それも新明期の4章で強調されているところですね、えー。見たことを忘れるな。見業を忘れるな。あなたの子孫に知らせなければならない。うん。この命令は何のためなんですかと子供たちが聞くときに。それはその命令を守って生きるためなんだと教えなくてはいけないんですね。うん。その命令を守るなら、それは我々の義となる。アブラハムに約束したときにもすでに、その命令は 後の子子らとと孫に教えるという命令です、ねうんそれがなければ偉大な国民にはなりませんね、はあ、なるほど闇から光これがこの17段落でも強調されているところですエジプトから連れ出された出来事を思い出すようなことがいろいろ書いてありますよねうん驚くべき見技口を広く開けてってこれはマナのことを思い出しますし、はい 神様に憐れまれる御顔を照らしてもらえるこれは民数記の大祭司の祝祷の言葉ですよねうんお伊勢丸者からあがなってくださいこれもまさにエジプトから連れ出されるところですあなたの証は驚くべきものですそれゆえ我が魂はこれを守ります御言葉が開けると光を放って無学なものに知恵を与えます 私はあなたの戒しめをしたうゆえに、口を広く開けてあえぎ求めました。皆を愛する者に常にされるように、私を帰りみ、私を憐れんでください。あなたの約束に従って我が歩みを確かにし、すべての不義に支配されないようにしてください。私を人の敷たげからあがなってください。 そうすれば私はあなたの里しを守ります。三顔を下辺の上に照らし、あなたの定めを教えてください。人々があなたの掟を守らないので、我が目の涙は川のように流れます。三顔を下辺の上に照らすと、下辺の顔が光る。十階の板を市さんでもらって戻ってきたときに、<laughs> モーセの顔が光ってましたよね。うん。御言葉の光、神様の栄光の光を、まあ、孟セは照らしている。神様の民も同じように、神様の御言葉の光を照らさなきゃいけない。それは知恵のある民だと。他の国々が知るためですね。その知恵は、正しさによって表される。え次の十八段落目はえ、正しいとか義とか正義。 構成、この言葉がたくさん入っている段落です。はい。申命記の四章ですね。このアブラハムの約束が成就しているっていうことを表しているような、その新命記の四章にも。こんな正しい教えを持っている民はいない。うん、大いなる民、これは正しい掟を持っている。それ、知恵のあるって言ったときに、正しいって言うのと一緒なんでしょうん。その正しさから目を離すな、忘れるな。 ということが強調されます。主よ、あなたは正しく、あなたの裁きは正しいのです。あなたの正義と、この上ない真実と思って、あなたの証を命じられました。私のあだがあなたの御言葉を忘れるので、我が熱心は私を滅ぼすのです。あなたの約束は誠に確かです。あなたの下辺は これを愛します。私は取るに足りないもので人にあなどられるけれども、なおあなたの悟しを忘れません。あなたの義はとこしえに正しく、あなたの掟てはまことです。悩みと苦しみが私に望みました。しかしあなたの戒しめは私の喜びです。あなたの証は 常しえに正しいのです私に知恵を与えて生きながらえさせてください神様の「とこしえの義」の儀これを表す出来事としてピネハスのバールペオルの事件がありましたね我が熱心は私を滅ぼすこの熱心というのはの妬みと訳されるものですねそれはピネハスについて言われる 私のために熱心だったっていうことなんですけれどいよいよ約束の地に入っていくっていう時にまた誘惑に遭うね民がその誘惑に遭っている者たちを神様の側に立って裁いたそのことを神様はまあ喜んでくださったので平和の契約永遠の契約を与えると言われるほどの出来事だったわけです 詩編の106編では、ピネハスはトしえに義とされた。うん。このトしえの義っていうのがこのまま出てきますよね。そして新明期の4章。ここでもバールペオルで行ったことを見た。私の側に突き従ってきた者たちは生きている。見言葉の教えに書いてある通りに、正しい裁きがなされる。そしてその正しい裁きに信頼している。これが信仰による義というものですよね。 御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように菅野和彦ひろみでした。